こんにちは。アロマの学校、マジュの方です。私の簡単なプロフィール、こちらになります。声優の勉強なんですけれどもね、今日はね、観覧家の声優、フランキンセンスとミルラについて、まあ2種類だけなんですけれどもね、お伝えしたいと思います。私だけかもしれないんですけれどもね、この2つの声優というかね、この香りってね、なんか別格のような気がするんですよね。歴史が半端じゃないっていうかね、まあその旧約聖書、それから新約聖書だけではなくって、なんとコーランの中にもね、記載されているそうなんですよ。といってもね、コーランっていうのはね、ベースが聖書になっているのでね、当たり前のことかもわからないんですけれどもね、まあ、そんな感じでね、なんていうのかな、こう、本当にね、なんかこう、一段高いところにいるような精霊のような気がするんです。要は神の薬として、様々な宗教儀式で使われてきたんです。ですからね、神様のお言葉の中にね、出てくる香りですからね、まあ、それは相当なもんじゃないかなっていうふうに思います。有名なのはイエス・キリストの、ね、誕生の場面ですね。キリストが生まれた時に贈られた3つのプレゼントのうちの2つ、それが乳香と沐浴だった。で、乳香がフランキンセンスで、沐浴が、まあ、ミルラっていうのはね、もうアロマをちょっとやってる人だったら皆さんご存知の話だと思います。この2つの精油は樹脂から水蒸気蒸留法で取るんですけれども、じゃあ樹脂っていうのは何かというと、まあ、木を切りつけるとですね、じゅわっとね、液体が出てくるんですよ。で、そのネバネバっとしたその液体のことを樹液って言うんですけれども、それがだん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 固まってね、固体になったものを樹脂っていうふうに言います。じゃあなぜそんなね、樹液を出すのかっていうとね、これは傷つけられたところをね、治すためですよね。だからその傷を早く治すために、菌に感染しないように抗菌作用とか抗ウイルス作用とか、それから抗真菌作用、そういうものがあったり、細胞修復作用なんかがあったりするわけです。余談になりますけれどもね、皆さん、ジュラシックパークの映画見たことあるでしょう。あれね、最初のところに琥珀に閉じ込められた蚊が出てくるじゃないですか。覚えてます？で、要するに、恐竜の血液を吸って、それで琥珀の中に閉じ込められちゃった蚊の中に残っている恐竜の血液を取り出して、それでね、複製を作っていくんですよね。そういう設定になってたと思います。琥珀っていうのは何かっていうと、先ほど言った、樹液が固まって樹脂になって、で、その樹脂がね、ポロッと地上に落ちて、で、何千万年も何億万年も地中の中に埋まっているとね、化石化するんです。で、それがね、まあ今は高価な宝石の一つになってるんですけれども、そういうのを琥珀っていうんですね。だからジュラシックパークの蚊っていうのはね、恐竜に止まって血を吸ってる最中に、樹液がドタドタドタと流れてきて、それでそこで閉じ込められちゃったっていうふうになってるんですけれども、まああれはね、フィクションですからね、実際にね、恐竜の血を吸ったね、蚊が閉じ込められている琥珀があるのかどうかはわからないですね。でもね、琥珀からね、いろんな虫が発見されているようなので、まあ、ありえない話ではないんだっていうふうにね、思うと結構楽しいじゃないですか。元に戻りますけれどもね、フランキンセンスとかミルラっていうのもね、同じように木を傷つけられて、そこから出た樹液が固まって樹脂になったもの。特にフランキンセンスっていうのはね、その樹液がね、ミルク色をしてるらしいんですよ。で、それでね、良い香りがする。なので、そうやって固まった樹脂のことを乳香とも言うんですね。で、今の時代ね、科学がすごく発展して、大体精油に含まれる成分ってあらかた分かってはきてるんですよ。でもね、分からない部分が結構ある。そこがまあ精油の面白いところなんですけれどもね、まあほとんどが分かってきてる。でもこの2つの精油はね、ほとんどね、なんか分からないそうなんですよ。分析不明のものがとっても多いそうなんですね。何が入ってんだかよく分かんない。でも効くんです。今のね、なんか科学をどっぷり使っちゃって、やれエビデンスだとか、やれデータだっていう人から見たらね、まあ馬鹿にされるかもわからないんですけれどもね、人々がね、3000年も4000年も使ってきたんですよ。その歴史がエビデンスだと思うんですね。まあ香りだけではなくて、文学でも、それから音楽でも、やはりね、長い長い歴史をくぐり抜けて、今に伝わるものっていうのはね、何かがあるのではないかっていつも思っています。で、この2つの声優に共通していることっていうのは、仮名が同じっていうだけではなくてね、そうやって太古の昔から使われてきた。特に宗教と深い関わりがあった。そして生産国が、まあ主に生産されるところがソマリアとエジプトなんです。で、まずね、フランキンセンスからご紹介しますけれども、先ほど乳香とも言われるよっていうふうに言いましたけれどもね、それ以外にオリバナムっていうふうに言われることもあります。古代エジプトでは日の出とともにフランキンセンスを焚き、正午にミルラ、で日没後にキフィを焚くっていうね、習慣があったそうです。神殿で薫香として神に捧げるとともに、もしかしたら人々に時を知らせていたのかもわからないですね。キリスト教の教会ではね、フリコーロって言って、その中にフランキンセンスを入れて、で、その神父様がですね、ミサの始まる時なんかにね、こう振りながらね、入ってきて、ミサの空いた銃をずっとそこで焚いておいて、で、またね、退出される時もこうやって振りながらね、退出されるそうなんですよ。私も見たことがないので、まあ、聞いただけの話なんですけれども、
もう数少なくなってやってる教会は少ないというふうには言われてますけれどもね、もし機会があればね、見たいなというふうには思っています。ブリック香炉ってね、売ってるんですよ。アマゾンとかで見るとね。で、可愛らしいっていうのはね、なんかすごく素敵なのでね、一個欲しいなと思ってるんですけれども、まあそういうのね、習慣の中に、まあフランキンセンスが使われていたっていう事実があります。うちの生徒さんの友達ね、クリスチャンの方がいて、なんか教会の香りが嗅ぎたいって言われたそうなんですよ。で、それでね、ねフランキンセンスの香りをね、これかなって言ってね、こう差し出したらね、あ、そうそう、これ教会の香りって言われたそうなんです。だからね、まあ、フリコーロでミサはしてなかったとしても、そのフランキンセンスの香りが染みついてる教会っていうのはね、結構あるのではないかなっていうふうに思います。だから、教会ってやっぱり、荘厳なっていうかね、厳かな感じでしょ。だからやっぱりフランキンセンスの香りを嗅ぐとね、なんかそういうふうにしてね、気持ちが落ち着いて、一段高み上がるような、なんかそんな気分になるのではないかなっていうふうに思うんです。このね、樹脂から取るでしょ。で、まあ、樹木系とかね、それからこういう樹脂系っていうのはね、呼吸器系にすごくいいんです。特にね、呼吸をこう深くしてくれるような作用があるので、瞑想するときなんかに、芳香薬として使うのもね、いいかなと思います。不明成分が多いんですけれどもね、アルファピネンとかリモネンが含まれているっていうことが分かっているので、いわゆる森林浴効果っていうのも期待できますね。アロマテラピーの歴史でね、忘れてはいけない人の一人に、マルグリット・モーリーっていう人がいるんですけれども、皆さん覚えてます？勉強した人。イギリスでその植物の中にね、精油を入れて全身をマッサージするといいよっていうふうに提唱した人ですよね。マルグリット・モーリーのお弟子さんの一人に、ミシュリーヌ・アルシェ、もしくはね、フランス語読みかな、ミシェリン・アーシェとも言われるんですけれどもね、そういう方がいらっしゃるんですよ。で、彼女はそのマルグリットの主義をね、忠実にされてきたっていう方で、で、私はね、そのメソッドを習ったことがあるんですけれども、その中に、クライアントさんを仰向けにしたときに、この自分の手首のところね、アロマセラピストの手首のところに、フランキンセンスを一滴つけて、で、こうやってね、なじませて、で、手のひらになじませて、で、クライアントさんのこの鼻の上にそーっと置く、こんな感じでね、そーっとね、して、で、一呼吸置いて、それから始めましょうっていうのがあるんですよ。だからこれね、フランキンセンス指定なんですね。だからその時ね、いや、フランキンセンスってすごい声優だなって、思った記憶があります。まあ、マルグリット・モーリーっていうのはね、最も大切なもの、若さっていう著書があるぐらいですから、フランキンセンスの細胞を再生する作用、活性化する作用、細胞を若返らせる作用なんかを重視していたのかもわからないです。エイジングクリームなんかを作りたかったらですね、このフランキンセンス、ぜひね、ブレンドの中に入れてください。ローズとフランキンセンスのブレンドなんかだったらね、もう最高ですね。次はミルラについてなんですけれども、フランキンセンスがね、乳香と呼ばれるように、ミルラの場合はね、モツ薬っていうふうに言われています。ボツって書くんですけれどもね、発音はモツ薬です。ミルラはね、最古の芳香物質とも言われてるんですよ。まあ、それぐらい古い歴史を持っている。まあ、なんといっても古代エジプトでミイラ作りに使われたっていうことで有名です。ミイラはね、人間の剥製ですからね、とにかく乾燥と防腐が一番大事。ミルラの精油って、ちょっと蓋を甘くしてるとね、こう蓋の周囲とかね、それから瓶の口のところがね、カピカピになってくるんですよ。でもうすっごく使いにくくなっちゃうんですよね。さらにね、抗菌、抗真菌、抗ウイルス、さらに抗微生物ですね。そういった作用があります。で、もちろん防腐作用もあります。ですから、ミイラを作るのに、これを使わない手はないって、古代エジプトの人がよく気がついたなってびっくりするんですけど、ほんとすごいですよね。まあもちろんね、ミイラ作りはね、ミルラだけではなくてね、ジュニパーとかね、シダーとかね、それからオークモス、そういったものをね、いっぱい使われてました。さらにね、先ほど言った日没後に炊くキフィ、のレシピには必ずミルラが入っていたそうです。最初にお伝えしたようにね、キリストの生誕の時の贈り物の一つじゃないですか、フランキンセンスとともにね。で、なんと、ミルラに関しては、イエスがね、死んだ後にも出てくるんですよ。亡くなって十字架から降ろされたイエスキリストを、もつ薬と人工の香りとともに天の布で包んだっていう記載があるんですね。だから聖書の中では、フランキンセンスよりかミルラの方がね、登場回数は多いと思います。で、古代エジプトではそうやってね、神殿でこう、薫香として炊くだけではなくてね、医療とか、それから香料としてね、ふんだんに使われていたので、その頃は、ナイルの空気はシダーとモツ薬の香りがするっていう風に言われてたそうです。でね、これ乾燥させる作用があるにもかかわらず、スキンケアにすごくいいんですよ。シワを取ったりとかね、肌を若返らせてくれる、そんな作用があります。でもね、香りがね、あまり馴染みがない前回のヘリクリサムと同じような感じでね、ちょっとスキンケアにはなっていうような感じがするので、でもね、ハマると結構いい香りなんですよね。でもまあ、普通の人はちょっと使いにくいかもわからないです。それよりもね、お口の中の
まあ、口内炎であったりとか、歯肉炎であったりとか、あと口臭ね、そういうようなトラブルに使うといいと思います。本来はね、アルコールにつけて、チン機にして使うといいっていうふうにね、いろんな本に書いてあるんですけれどもね、チン機にするっていうことは、樹脂をどこかから手に入れて、それをアルコール漬けにするっていうことでしょう。まずね、ミルナの樹脂がなかなか手に入らないと思うんですよ。で、それで手に入ったとしても、それが果たして品質がいいかどうかっていうのはわからないので、なので私たちはアロマテラピーをしていますからね、1000円で作ればいいと思います。私はね、うがい液として、ブランデーの中にね、ミルナの精油を入れて、で、作っておいてね。で、それをスポイト容器に入れて、コップ一杯の水にポタポタっと落としてね、イソジンうがい液のように。それでブクブクね、うがいとかをしていました。いましたって過去形なのはね、今はちょっとね、クローブのチンキの方ができてるのでね、それを主に使ってるんです。で、それがなくなったらね、今度またね、ミルラで作ろうかなっていうふうに思っています。濃度としてはね、AHA の基準を守れば 1% 濃度でしたらね、こう 10cc のブランデーに10滴入れてもらって作ったらいいんですけれども、私はもうちょっとね、高めかな。まあ、そこら辺のところはね、皆さん自己責任でお願いします。フランキンセンスとミルラに関しては、歴史が半端じゃないのでね、もういろいろな背景がいっぱいあるんですよ。もうそうなるとね、西洋のお勉強ではなくてね、歴史のお勉強になっちゃうのでね、ここではね、割愛させていただきたいと思います。ちょっとだけ言いましたけどね、いわゆる王侯貴族が使ってたわけでしょ。エジプトのファラオとかね、それからイエス・キリストとかね、と王侯貴族がね、いかに重用していったかっていうことがね、よくわかるんです。当時のね、庶民に生まれてたらね、当然ね、こんな香りを嗅ぐことはなく一生を終えていたと思います。ですから今その香りを嗅ぐことができる、そしてそれを使うことができるっていう時代に生まれてね、ものすごくラッキーだったっていうふうに思うわけです。ですからね、これらの精油を使うとき、まあ他の精油もそうなんですけれどもね、特にこの2つの精油を使うときっていうのはね、なんかこう、敬意を持って使ってほしいなっていうのが私の願いです。ということで本日は、カンラン科の精油、フランキンセンスとミルラ、この2つの点についてお伝えいたしました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。